はい、こんにちは、カプパパです。今日はですね、思わず高級キーボードを衝動買いしちゃったんでご紹介します。じゃん、こちらですね、ロジクールの G512 カーボンというモデルですね。今まではですね、まあ、こういったのこれもロジクールですね、まあ、メンブレンの、まあ、あんまりタッチは良くないんですけど、電気付きのですね、まあ、廉価なモデルを使ったりですね、これもロジクールかな、まあ、ロジクール大好きなんですけど、これはあの電気が付いてないコンパクトなタイプ、こんなものも使ってたんですね。これ非常にね、値段高かったんですよ。今までがあの 3,4,000円中心のキーボードだったのが、これがまあいきなりですね、まあ、14,000円の、まあ、キーボードということで、なんで買ったかというとですね、まあ、見ていただいた通り、これゲーミングですけど、まあ、色がですね、カラフルなですね、ゲーミングキーボード欲しいなと思ってたところ、まあ、目の前でですね、面白いデモをやってたんで、つい思わず買ってしまいました。はっきり言ってですね、僕はあのゲームはやらないんですよね、パソコンで。主な目的がゲーミングというよりもですね、まあ、いろいろ仕事関係で文章を打つことも多いんで、まあ、一回これを使って打ってみたかったと、まあ、いうことがありましたんで、まあ、買っちゃいました。タイプはですね、これいくつかあるんですね。ここに書いてありますけど、まあ、ロマ G と、まあ、この言葉自体僕知ってたんですけど、いくつかあるんですね。これタクタイルというモデルで、まあ、細かいことはね、正直言うと素人なのでよく分からないんですけど、じゃあちょっとね、開けてみます。結構しっかり重いね、これね。おお、なんかすごいかっこいい、まあ、これ箱自体もかっこいいんですけど、はい、じゃあですね、ちょっと開けてみますね。ビヨン。おお。なんかね、真っ黒だね。本当に。飾ってあったやつがですね、非常にキーが光ってたんで、まあ、カラフルに見えたんですけど、あ、でもね、重いわ。重いって言い方あれだけど、ずっしりしてますね。まあ、後でちょっと重さなんかここに出しますけど、ずっしりしてますね。ほっほー。でこれが何ですか、あ、コードだ、こうか。であとはですね、まあ保証書、取説ですか、こんなもの入ってますね。はい、では早速ですね、わあ、やっぱりね、高級キーボードは違うね。ほほー、まあ、正直言ってね、僕今年54になるんだけど、こんな立派なキーボード買ったのが初めてですね。まあ、スペックは細かく言わなくても分かると思うんですが、まあ、正式名称 G512 のタクテイルですね。まあ、フルサイズキーボードで、まあ、日本語配列になってます。まあ、見た通りですね、まあ、IUA は書いてないですけど、まあ、このリターンキーでですね、日本語配列で分かると思います。押し下げはですね、 45g っていうことで、まあ僕にしても普通ですかね。あとキーストロークが 3.2 って、これも非常に押しやすいですね。最大の特徴はですね、まあ、やっぱりバックライト、RGB のカラーが出るということとですね、あともう一つここに、USB2.0 ですかね、まあ、ここにポートがあるということですね。例えば無線のマウスとかね、まあ、そういったものもここで使えると、まあ、ゲーミングだからね、無線のマウスってことはないと思うんですけど、あと後ろはですね、はい、高さ調節の足がありますね。この足もね、かなりしっかりとした足になってます。このキーがね、キーボードの天板から浮いた形でですね、まあ、こんな感じですかね、浮いてるような、まあ、浮いてるように見える感じですけど、ここまでの第一感想として、これはいいねというのが第一印象ですね。これ光ってないとですね、どの文字がどれって非常に分かりづらいんで、光らせてみたいと思います。はい、コードがですね、このように伸びてまして、実はここは二股になってるんですね。まあ色からして、まあ、USB3.0 ではないですね、USB のジャックの方に、まあ、挟んで、いきたいと思います。うわー、すごいよこれ、分かる。まあそっちからだと逆になってると思いますけど、まあ、部屋のメインの照明はつけてますけど、間接照明は全部消してみました。綺麗だねこれ。おお、ちょっとね、ここまで暗くしちゃうと綺麗っていうよりもなんか怪しい感じがしますけどね。僕の方から見るとこんな感じですね。ちょっとね、ディスプレイ明るすぎるんで、
でもそれでもね、キーボードすごい、こんな風になってんだ。でこれはですね、今ちょっとあの iPad でいろんな情報を見てるんですが、まあ、当たり前っちゃ当たり前でしょうけど、任意でまあ色を変えられるというようなことらしいです。これはあのロジクールのソフトウェアでいろいろ設定を変えられるということらしいので、ちょっとこの後やってみたいと思います。おっさんいい年してますけど、非常にテンション上がってます。キーボードをね、やってみましょう。上から下から。これが色の波ね。実際僕。続いて。